妻のバーバラ・ステパーノバとアレクサンドル・ミハイロビッチ、ロトチェンコ1956年12月3日は、ロシア構成主義の芸術家。絵画、デザイン、舞台芸術、写真など、幅広くにわたって活躍した。サンクトペテルブルクで生まれ、タタールスタン共和国の火山とモスクワでアートを学んだ。1915年、カジミール・マレービッチの影響を受けたと思われる。 抽象画作品を制作した。その後、タトリンに指示し、ロシア構成主義のメンバーとなる。写真に関しては、構成主義的な斬新な感覚を積極的に持ち込んだ。特別な技術、技法を用いずに、例えば画面を斜めにすること、人物像などにおける極端なアップ、急な角度で見上げたり見下ろしたりといった視線などの、 極めてシンプルな手法で写真ならではの機能を最大限に引き出した作品群を残した。ありがとうございます。